皆さんどうもこんにちは、ドットコムドットコムです。月読み響くのノクターンリバース初見実況パート23になります。さあ、ですね。10時間のおか、はがる給料か。はがる給料ですね。そこなんですけど、一応生き方っていうか、なんだっけ、一番奥のとこですね。あれの生き方だけ、ちょっと分かったので、ちょっと待って、その前に、一つ気になったのは、これなんです。あ、ちょっとこれ見とくか。一個手に入れたんですね。ワイルドファミリーか。ん？あー、こんな感じか。ディフェンダー。あー、まあいいや。大烈はとりあえずフリーホームで行くんですけど、あっちが、フラウニーってなんかあんのかなとかも思ったんですけど、インストどう使うんだっけあれこれか。キー設定忘れちゃった。ていうか。ちょっと待って。なんか、特に何もあるわけではなかったんで、戻します。まあいいや。とりあえず進めていきます。ここは一体だけで、ここにサソリがいて、危ないなぁ。エンカウントはなるべく避けようとは考えてるんですけど、あー、ちょっと通れない、OK。ちょっと待って、どうしよう、どこでセーブしようかな。一旦ここで、回復ポイントがあるので、一旦ここでセーブしておきますか。で、ちょっと待って、あんまり無駄に使えるわけでもないので、てか、念のためにセーブってのが、案外できないので、なんか来てるよ。かわしたいな。OK。OK。ここら辺もいるんだよね。ちょっと待って、危ねえ。案外避けられないんだよね。危ない、危ない、危ない、危ない。で、ここも行って、よし。とりあえずなんとかいけた。で、あそこ届かないので、とりあえずそこで待ち伏せしてボスを倒さないといけないのかな。そんな感じだと思うんですね。ちょっと一旦セーブしたい。3回しかできないのでかなり制約が厳しいと思うんですよね。で、これですね。力ずくで破壊することができる。っていうか、そうしないと進めないんですよ。LP 消費はちょっと痛いかな。まあ、とりあえず行きますか。このサイトダメ。強力なマナー感じ。差し詰め封印を司るガーディアンって言ったところか。一体誰が何のためにこんな真似を。ぶちかましが使えるか。OK。体力どんくらいあるか、そこボスだかわかんないのか。じゃあ何は使いようがないな。28。あんまり効かないかもしれない。これはどうなの？ミス？いや、ちょっと待って。なかなか食らうな。MP 使っちゃいそうな気もするな。いやー、でかいな。風が効くのかな。全然効かない。風か。こいつ風が強いのか。通常攻撃。あ、通常攻撃って大体、何それ。そんなのありかよ。あれなんか倒せないな。OK。あ、まずい。おお。いや、強いぞ。あ、イフのちゃんがレベルアップしたのか。なんか数字がついてたのが初めて気づいたんですよ、今回。あ、ちょっと待って。レビエルのパッシブスキル変えとけばよかったな。なんで効かないんだろう。しかもしれまだダメか。あっと。スラッシュ使いたいな。今闇の刃も使っとった。ああ、嘘、ちょっと嘘だったか。とりあえずルナがいないから自動回復があんまり回ってこないのが痛いかもしれない。うお、マジか。こういうの召喚してくるんだね。ちょっとミナスラッシュをかける。まあまあか。ちょっと待って。これ倒さないといけないかな。あ、来るか。まずいぞ、これ。栄翔が来る。あ、間に合うんか。間に合うか。オッケー。危なかった。風が効かないから闇の方がいいな。25、あ、なんか来る。あー、黒木カリウルは多分やられるか、これで。あー、そっちか。痛いな、これ。打ち回し。オッケー。体力どんぐらいあんの？あったな。ちょっとだけダメージ与えとこう。これで使いたいんだけどな。使えないな。あ、来るか。リビエルの方が若干早い。おおっと、さあ残り2体か。レベル7で、ミスった。レベル7でいるものはちょっと無謀だったかな、いくらなんでも。ちょっと待って、通常攻撃。うっそ！マジか。ちょっと待って。お、かなり無謀なことやってたかもしれないね。なんでちょっと2体とかないでしょ。どうだか。お、まずいな、これは。ちょっともう一回やらざるを得ないんだけど。ちょっと待って、まずい。ああ、マジか。発言オーバーだね。乱しすぎたか。こっから始めるのか。そっか。どうしようかな、これ。ちょっと待って、終了するああ、そっか、そっちに戻るのか。ちょっともう一回、どこだっけ？こっからか。こっからもう一回やりますか。まずこれは壊しといて、壊してまた復活するとかないよね。ちょっと待って、一旦出てみるか。